おはようございます。ノームドラヘイです。皆さん、木曜の朝になりました。まあ昨日の天気とから一変して結構今日は荒れた天気になっております。風が冷たくて、まあ雨も結構強めに吹いております。なんかね、調子も上がらないので収録はもう終わりにしようかなと思うんですけど、1分以上喋らないとショート動画になってしまうので、なんか動画の管理が今のところめんどくさいというか、まだポッドキャストっていう分類分けはできてないので、しっかり1分喋ってなんとか次に繋いだいと思っております。今日はね、僕が注文していたタブレットが届く予定になっておりますので、まあ家に帰ったらそれのセッティングをして、まあ PDF を見れる用のタブレットなので、あの PDF のファイルを中に詰め込んで資格試験の勉強にそれで取り組めたらいいなと思っております。天気が悪いっていうか、なんかちょっと最近不調っていうか、なんかちょっとしたミスが続いてるので気をつけたいところなんです。例えばシャッターをで車挟むとか、ちょっとした忘れ物するとか、なんか帽子のニットの帽子をちょっとね、今日なんか忘れたりしたんで、ちょっと寒いなと思いながら歩いております。そういった細かいミスがあるってことは、なんか大きな事件が起こる前触れなのかもしれないので、気をつけていきたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。